おはようございます。2023年7月22日土曜日の朝です。今日の体重は 65.20 でした。体重は 38.3% です。おはよう、アビラちゃん。今日の天気はなんだ、眩しくて見えないけど太陽はギラギラしている感じでございますね。今日珍しく早起きをしております。今日ですね、午前中のうちに久々にシエスタチャンネルの撮影の予定が入っておりましてですね、これから準備して行ってこようかなと思っておりますよ。今ですね、もう出発しなきゃいけないのでですね、白湯は飲まずに急いで用意して出かけます。今8時15分くらいです。じゃあ準備ができましたのでですね、これからシエスタの方に向かいたいと思いますよ。じゃあ行ってきます。シエスタ着いた。じゃあ中入って撮影準備します。撮影準備できましたので、これから撮影したいと思います。はい、じゃあ今日も無事に撮影が終わりましたね。楽しかった。じゃあとりあえずちょっとお買い物があるのでですね、お出かけしていきたいと思います。撮ドラ行きます。出てきましたよ。なんかちょっとお腹空いてきたな。中入ります。今日の朝昼兼用ご飯です。今日も旦那さん作ってくれました。なんとこちらハッシュド大根ということで、この白い部分が大根、あとはベーコンとチーズが入っておりますよ。食べます。暑い、超天気暑いね。暑い。今ですね、3時20分くらいです。じゃあこれからですね、ぬくもりの湯に出動するんですけど、その前にぬくもりの湯で飲む用のシエスタのアイスコーヒーをですね、取りに行こうと思いますよ。行ってきます。シエスタ着いた。なんか激混みでございますね。行きます。アイスコーヒーゲット。すごい天気いいね。暑い。じゃあぬくもりの湯行ってきます。ぬくもりの湯着いた。暑い天気いいですね。じゃあ中入って準備したいと思います。エリコロの動画。今日は天気がいいですね。気持ちいい天気でございます。植物も生き生きしております。そしてこちら休憩コーナーの片隅でアロマトリートメント、今日も営業しておりますよ。そして今日の香りでございますが、ユーカリとラベンダーと、なんだっけな、ユーカリとラベンダーと、なんだっけな、ゼラニウム、あ、違う、ユーカリとラベンダーと、あ、ベルガモットでございます今日も皆様のお菓子をお待ちしております。小腹が空いたので、シエスタのソルトクッキーとアイスコーヒーで食べます。もう今日は夕日がすごいでございますね。夕日がとっても眩しいですね。明日も天気になりそうですね。そしてぬくもりの湯はすぐそこに、お岩ケーキがございます。よし、今日の営業終了いたしました。今日はですね、新規で1名様ですね、来ていただきましたよ。喜んでいただけてよかったです。じゃあお家の方に退散したいと思います。帰ってきましたよ。仁王立ちの人がいるね。ただいま。今日の夜ご飯です。今日は旦那さんが作っといて用意しといてくれました。こちら野菜炒め、ナスやらキャベツやら長ネギやらモロッコインゲンやら豚肉が入っております。あとは実家からもらってきたおかずの残り、煮浸し、かぼちゃ、ナス、ズッキーニ、オクラ、
おつゆはお豆腐とわかめ、いただき物のお稲荷さんで食べます。はい、というわけで今日も一日が終わりました。今日はですね、朝から、オープン前にいつも行っているご近所カフェのシエスタの方で、シエスタチャンネルという YouTube チャンネルのですね、撮影に行ってきました。で、今もうですね、シエスタチャンネル公開になっておりますのでですね、今見ていただいているこちらのエリコンのダイエット日記のですね、今のこの動画の概要欄の方にシエスタチャンネルのですね、リンク貼っておきますのでですね、まだチェックしてないよーという方いらっしゃいましたら、ぜひぜひですね、チャンネル登録していただいて、で、私アンバサダーということでですね、シエスタチャンネルでいろいろなんかお話ししたりとか、いろんな商品ご紹介したりとかしてるのでですね、エリコロのダイエット日記と合わせてお楽しみいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そんな感じでですね、そう、今日撮影に行ってきました。それでオープン前までにわーってやっちゃってですね、その後は一回家帰ってきて、ちょっと買い物行きましたけどね、でも家帰ってきてですね、でなんかもう気づいたらお昼で、で旦那さんが作っててくれたのでですね、ご飯食べまして、でちょっと寝ましたね。最近ちょっと寝不足続いてるのと、咳がとにかく出る生活を最近送ってて、もう今だいぶですね、咳も収まってきてるんですけれども、今までのその疲れの蓄積がすごくてですね、まあ、常に眠たい状態にはなってしまってるし、まだでも夜中、今はもう前は咳して起きちゃってたんですよね。目覚めちゃってたので寝不足だと思ってたんですけど、今咳出てるけど起きてないのか、起きるほどむせてないのか、それとももう咳が出なくなったのかちょっとわかんないんですけども、なんですけども、やっぱりですね、なんかちょっと疲れが溜まってるのもあってですね、今日ちょっと昼寝をしておきました。でその後はいつものですね、金曜日と土曜日の16時から20時まで近所のぬくもりの湯という町営の温泉の方で出張サロンやってるのでですね、行ってきて、で今日新規のお客様でですね、1名様整列させていただきました。なんか何回もぬくもりの湯には来てるんだけれども、いつも遅い時間に来てたんですって。それで金曜日と土曜日いつもトリートメントやってるのをポップみたいなやつでですね、書いてあるのを見てて、あ、やってみたいなって思ってて、今日やっとですね、時間が間に合ったのでっていうことで来てくれたんですね。そう、それで満足してもらってですね、整列させていただいて、いろいろお話もできて楽しいお時間を過ごさせていただきました。はい、そんな感じの一日でございましたね。そうで、シエスタチャンネルの方もですね、もうかれこれ何本ぐらい動画が出てるかな、 5本か6本くらいはもう出ててですね、そう、なんか私もですね、人のチャンネルで商品をこう紹介するっていうのが不慣れなものですからですね、ちょっとなんか緊張してるというかですね、なんか間違った情報言っちゃって、あ、間違っちゃったとかって言ってやったりとかしててですね、ちょっとまだちゃんと、ペースがつかめてないというかですね、ちょっとお恥ずかしい面もちょっと出しちゃったりとかはしてるんですけれども、そう、それでもですね、シエスタの、家族経営されているのでですね、皆様と、ご家族の皆様とですね、こんな風にしよう、あんな風にしようとですね、お話ししながら楽しいチャンネルを今作っているところでございます。で、本当に、シエスタチャンネル見ていただいて、で、もし来られるような距離の方はですね、ぜひ、シエスタの方に足を運んでいただきたいのと、あと、なかなかですね、北海道外の方とかで、まあ、道内でも、北海道大きいですからね、道内でもなかなか簡単に行けないようなところにお住まいの方とかもいらっしゃると思うんですけれども、たびたび私の動画の中でシエスタ映りますけれども、シエスタチャンネルだとですね、お店の裏側だったりとか、そういったちょっと
ちょぴっと面白い情報、普段は見られないシエスタ のところとかもお見せできるのでですね、ちょっとそれはそれでエンタメとして、YouTube チャンネルの方でシエスタチャンネルの方で楽しんでいただけたらいいなと思いつつですね、みんなで楽しく協力して動画を作っておりますのでですね、ちょっと重複してしまいますけれども、ぜひぜひまだチャンネル登録されてない方いらっしゃいましたら、ポチッとチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、そんな感じでございました。で、毎週、そう、金曜日にシエスタチャンネルの方は新しい動画が公開されるようになっておりますのでですね、金曜日の19時だったかな、19時に毎週出てますのでですね、新しい動画お楽しみにしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今日はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またね。